の、ダメか。どうしました？先生やらない。うちの学校の3年 B 組の担任が辞めちゃって見つからないの。卒業式まででいいからやってくれない。やってくれないってやったことないのに無理でしょう。頼むよ。すいませんけど。頼む。しつこいな。もしも3年 B 組の生徒が誰一人欠けることなく卒業できたらお金払います。500万払う。無理だよね、やっぱり。ごめんなさい、無理言ってすいません。お会計ここに置きますね。ちょ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 、先生探してらっしゃる。探してますけど。それやりたいです。ちょっと教員免許とかないでしょう。調理師免許はありますから。待ってください、学園ドラマ結構見てますから。お願いします、先生、やらせてください。3年B組、おはようございます。いいな。学級員のセイミヤです。セイミヤです、よろしくお願いします。セイミヤ。はい。爽やかだね。セイミヤちゃん。はい。セイミヤちゃん。はい。おはようございます。いろんな学生がいるんですね。こいつが学費も払ってないのに学生面してるから。そんなに学生面って感じじゃないですけど。金少しでも持ってこい。父ちゃん、酒飲んでると殴るんで。そんなのはどうでもいい。金あるの？ないの？ないです。キャー！ラッキーズみたいなのが来た！ウェイリー！ウェイリー！おらおらおら！学校なんて俺はいつ辞めてもいいんだよ！来ないで！ちょっと待って、ちょっと待って、来ないで！お前は死のうとしてんじゃないよ！止めないでください。僕なんて生きていてもしょうがないんだ。待て！話せ！校長先生、あの、私、学校を辞めてアイドルになります。アイドル？あのおばさんがアイドルになりたいのね。セミヤじゃなくて。おば、なんでおばさんって言うんですか。おばさんみたいな顔してるからだよ。荒川？配信な。またすぐ退学になりそうな感じだけど、取ってきたぞ。 ATM 取ってきちゃったんですか。いた。今までの担任もどいつもこいつもすぐに辞めた。お前も同じだろう。僕は辞めません。辞めない。兄貴よ、俺寂しいよ。みんな俺のこと怖がって誰も本気でぶつかってきてくれない。あ、お前の他にもう一人言うこと聞かないやつがいる。けどどうせあいつも他のやつと同じだ。いけず、今度いった。お前たちは俺の生徒だ。俺はもう打ち解けてたのに。いけず、今度耐えられたけど、最後のが効いたぜ。ごめんね、もういいの。ね、ありがとう、ジョーコー。うえー、焼き鳥的だ。うるせえな。先生よ、俺なんか人生観が変わったよ。そうか、よし、お前らも行け。はい、うん。どんどん行け、どんどん。
薬塗って聞いてきた。おい荒川君、君の好きな鶏だぞ。君の分も取ってあるぞ。うまいよすごく。材料が新鮮だとね、本当に美味しいから、ほら食べてごらん。お前を焼き鳥にしてやる。落ち着け。残してありかな。荒川おかしい。お前は頭おかしいぞ。なんだと。はっきり言う、てめえは頭がおかしい。こっちが泣きたいよ。俺の大好きな兄貴を焼き鳥にしやがって。兄貴ってお前、鶏を食べ物として好きだったんじゃないのか。これから誰と稲川淳二を聞けばいいんだよ。荒川すまなかった。皆川、神川死のうとするな。皆川先生に手を出すな。なんだと。もうお前の言うことを聞くのはやめた。このクラスは皆川先生のクラスだ。いけず、やれよ、やってみろよ。皆川のためにやってんじゃねえぞ。荒川くん、よくないよ。チェーンソー置いて。ああ、そういう流れですか。どけ、どけと言ってるだろう。学級員の言うことが聞けないのか。皆川、お前だけは違うと思ってた。荒川、荒川、夢を諦めるのも早い。俺と違ってお前はまだ若い。弁護士だって金を積んだりコネを使ったりすればバカでもなれる。友達だってできる。友達なんてできない、死ぬしかないんだ。お前は極端だけどな、2次元と3次元の間に 2.5 次元がある。 2.5 次元、さっき話してたやつで。でも今こっち見よう、こっち見よう、ほら見て。2.5 次元があるみたいに天狗に違う世界があるかもしれない。お前の天狗を見つけろ。蜷川先生。荒川先生、俺が先生のファン第一号だ。
僕は負けない。おいしい焼き鳥を食べてもらうんだ。焼き鳥男子喜んで。